シン・ウルトラマンの話を。あ、シン・ウルトラマン。そこまで飛びますかね。飛んでいいですかね。はい。はい、もうパートのことは言うなと思ってね。そんなことないけど、あのシン・ウルトラの方が面白いかなと。あ、そうですか。いえ。そもそも、はい、あの、あれですよね、あの、シン・ウルトラマンっていうか、ウルトラマンを撮りたいってずっと思ってたんですよね、あの、樋口さんたちは。アンナさんたちとか。いずれはやってみたいと思ったけど、でもやっぱりハードルがすごい高いで、うん、どういうふうに高いと思う？あの、だってそれ最初に見たのが面白すぎますからね。そういうことですか。ね、だからこういう時やっぱりモチベーションとしては、これなら勝てるなっていうのがないとできないわけですよ。勝てる気がしなかった。打算がね、打算がね、働かなかったんですけど。働かなかった。これはダメだと思う。何やってもこれ勝てない。それはやっぱりその、ウルトラマンパワードっていうのはまさしくそれだったんですよ、ね。実はその、アメリカを舞台に、その、オリジナルのウルトラマンの物語を、まあ、言っちゃえば翻訳するというか、向こうだったらこういう風になるんじゃないのみたいなのを全部、舞台アメリカにすることで、なんか、まあ、とりあえずね、あの、こっち側にうまく、再構築しましょうみたいな。なんとなく勝ち目あるかなみたいな。で、アメリカにはその当時そういうヒーローもいないし、そうだよね。だから本当、ジュラシックパークの1本目が、去年、前の年にやったぐらいだったんで、まだ向こうは恐竜しかできないだろうみたいな。こっち怪獣になんかメカに何が出てくるんだ、宇宙人だみたいな。どうだみたいなところはあったんですけど、でもやっぱりなんだろうな、コントロールしきれてないところもあったし、すごく難しかったんですよね。で、やっぱり本当その後本格的にやっぱウルトラマンが作られるようになってきて、なったじゃないですか、毎年、毎年ね、テレビシリーズがね、でそうなってみて、やっぱあのおそらくなんですけど、1本目がそうだったように、若い人がやらないとダメだなみたいな、そうですよね、やっぱその、何者でもない自分が何者かになる、それもまさしくウルトラマンってそういう話だけど、そうですね、実際にそれに関わってる人たちの物語も、と重なるべきだと思ったんですよね、なんか俺だったらこうするっていうものがすごい強くないと、そうですね、ウルトラマンってやっぱそのなんか力を持たない、その、そう他の作品ももしかしたらそうかもしれないけど、特にウルトラマンって軸ぶれてくわね、なんかそれがね、やっぱり自分たちに持てるかっていうのがすごくあったんですよね。でもあの時間があの経つにつれて、あのふつふつと大丈夫っていう感じの手応えはあった。俺たちだったらこうするみたいな、やっぱまず安穏の中で、出てきた。 でやっぱその前にシン・ゴジラというのをやって、シン・ゴジラをやった上で、じゃあシン・ゴジラのパート2をどうやってやろうかみたいな話をずっとしてたんだけど、やっぱ形にならなかったんですね。あ、そうなんだ。やっぱシン・ゴジラの続編を作るってことは、シン・ゴジラを超えなきゃいけないわけだから。あ、そうなんだよね。それ超えらんねえなみたいな。あそこまでバーンってやっちゃったね。もうやりたいことやっちゃった。やったよね。もうそっから先どう、何やってもなんか、自分たちも比べてそこまでいかないなっていうのがあったんで。あ、なるほどね。で、あのウルトラマンに、でウルトラマンってさ、みたいになった時に、もう一回本当考え直した時に、というかやっぱ古谷さんですね、俺らにとっても、古谷さんのこの美しさを残さなきゃみたいな、まだね、あのもう今もね、全然体型変わってないわけだから、足長いしね、いや本当だ、お腹出てないし、何十年経ったとしてももっと俺、古谷さんみたいな人いるのかなと思ったらいないんですよね。いないんですよね。顔もウルトラマンだからね。本当そうなんですよ。もうどんどんウルトラマンに近づいてくる。近づいてくるよね。もう神になってるみたいな感じしてるもんね。で、あれを残そうと。やっぱ残したいっていうのが、本当最初のきっかけですよね。そうなんだ。だからあの、今言ってね、モーション、モーションキャプチャーで一回やって、やってましたね。全部やりましたからね。全部やりましたから。やってます。その時に、あの見に来いって言われて、なんか私全然関係ないのに、なんか二日間あのわちゃわちゃ見に行って、そしたら二日目に尾上さんから、あの桜井さんこういうのやるとか、なんでやるの？って言ったら、巨大富士って。巨大富士あんたたち作ろうとしてんの？って言って。
ったら黙っちゃったから、うん、あやろうとしてるな、こいつら、本当にやったよね、去年、まあそうですね、富士じゃないけど、あれかっこよかったね、今度なんかフィギュアが出る、そうです、8万8000円もすると高い。で買うの？じゃもらえるの？いや、やっぱ買わなきゃまずいですよね。あやっぱりね、8万8000円、あとちょっとあの車販で宮脇さんに言って、でもラインがむず、なんで高くなっちゃったかってね、ビルなんですよね。そうなの、あの周りのビル、あれ触ったの？あの宮脇さんたちのやるやつ。うん、見せてもらいましょう。あそう。結局ね、あの人間だけだと、そんなにね、巨大化でだから。巨大なっていうのが何一つないわけですよ。だから周りがないと巨大化があれは分かんないんですよ。富士山行った時もそうだった。バンダさんすごい困ってたもん。だから見るとワンセットじゃないですか。そうそうそう、絶対そうなんですよ。あ、そうなんだ。でもあれって、あのよく長澤さんが OK したなと思って。いや、そうですね、本当。そこだよね。感謝して。偉いよね、あの人。だってスターだよ。東方のスターだよ。ほで喜んでやってたよね、楽しそうに。あの一回あの、見に来いって言ったから見に行ったんだけど、背が高くてものすごいスタイルのいい人で、足綺麗だし、いやもうこれがやっぱりもう巨大になって、じゃあ、あの大先輩ですからね。先輩って言ったって、どうなのみたいな、ね、形を変えた、な姉さんは何でしたっけ、東方東方でしたね、あの時は。あのスリーチャッピーズの前はスリーチャッピーズ でオール東方ニュータレント、ニュータレント第1期生、第1期生ですよ。それの流れにシンデレラですからね。あ、シンデレラなんだ。そうです。あ、なるほどなるほど。東方シンデレラを、でもあの人はあの主役いっぱいやってるけど、私主役やってない。いや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 、そういう問題でもない。そういう問題です。でもよかった、あの巨大出てきた時にね、ごっとびっくりしちゃったもん、私。あのサイズ合ってるって聞いたよね。ブッてでかくて、ああそう。あれはもうあの満を持してやったの。いや巨大。なんで好きなの巨大？え？巨大好きだよね。巨大。巨大富士、巨大浅見ひろ子。まあその前にそれこそまた原口さんと一緒にやった昨夜妖怪伝っていう映画があって。ありましたね、あれ。松坂慶子さん巨大です。そうです、松坂さん巨大化させてますからね。それで東映に怒られたってそれは怒られる。私たちじゃ変わってんのかな、私とかの長澤さんって。いやでもね、松坂さんもあの時全くね、その怒ってないよね。松坂さん怒ってないんですよ。演じる方は面白いんだよね、巨大って意外と。あの時もあれが、でもそれでいくと自分の中ではそのそれまでじゃあその着ぐるみとかミニチュアとかそういうもんばっかり撮ってたんですけど、あの時に生身の役者さんを、まあちょっとそのまあ巨大化してるとはいえ、生身の役者さんを撮影するっていう時に初めて面白いなっていうか、あそこが、だからその生物であるなんかそうですね、どう巨大的に見せるかとか、でご本人がもう役に入りたいんで、ステージの上から降りてこないんですよ。もうライティングの調整でちょっと入ってもらえますかって言って、それでもういいですって言ったら、いやもうここでいいですって。そう、それはねすごくよくわかる。ここにいないとね、向こうに行っちゃうとね、また縮まっちゃうような気がする。だからずっとそこにいますみたいな。ずっといた。でそんなつもりで準備してないから、待たせなきゃだ。でその時もう最小限でいいからって全部やって、で次からはちょっと考えようと思う。呼ぶタイミングをもうちょい、そうよね、そうよね、最初で待たせる時間を最小限にしなきゃとか、そうよね、そういうのも含めて、それでなんか面白いなと思って、面白いなと思って、それが自分の中で、それが自分の中で、あ、巨大化しちゃった。映画を撮り、映画監督として役者さんを撮りたいって思うきっかけ、あ、そうなの、変わってるよね。いや巨大だからというわけではなく、綺麗に撮りたいっていう監督がいるけど、巨大を撮りたいって変わってない。いやその後全員巨大なやつしかやってないわけじゃないですよ。いや普段からもうイメージ的には長澤さんだな、私は。いや他全部小さいですよね、もう等身大のね。他のところで苦労したのはどこなの、シーン、ドラマ苦労、企画の段階じゃなくてその撮影の段階で。撮影の段階はいろんな役者さんいっぱい出てくるじゃない。まあでもそれシン・ゴジラの時からの延長上なんで全然それは楽しい、だけどキャストが全然違うじゃない、シン・ゴジラの時と。
そうですね、うん、全然でもないけど、ね、あのちょっとこうリゾッチャしてる人もいるけど、うん、でも基本まあ新しい人たちでやっぱ、うん、あのまあ大変だったということとはちょっと違うかもしれないけど、うん、そのやっぱあのオリジナルのウルトラマンの科学特捜隊のメンバーがすごい仲がいいというかいいチームじゃないですか。強すぎてね、喧嘩ばっかりしてる。あ、そうですか。でもあのチームのいいチームができてるっていうのは自分たちも作んなきゃいけないなっていう、うん、そのまあチームワークみたいな、それぞれが信頼し合ってみたいな、はいはいはい、ところがあるから、うん、そのウルトラマンになっちゃった男の人は、うんうん、この人たち、この星の人たち、うん、この人たち、うん、この星の人たちのことをっていうふうに思うわけでって、うんうん、そんなに人間が好きになったのかって言われてたもん ね、だから最後に、だからそういう好きになったのは、うん、その彼が出会ったっていうか、周りにいる人たちがそういう人たちだったからっていうのがあるんじゃないかな、うんうん、あ、なるほどね、うん、だからそれをどういうふうにちゃんと刻み込むかみたいなのは台本にはないんで、それは、うん、それってあの私たちの時にはシリーズの、うん、テレビのシリーズだったから一本通してできるけど、あの映画は2時間ぐらいのところで見せなきゃなんないから、結構大変だよね。そうですよね、うん、でしかもね、あれだ、やっぱね、で必ずしも、うん、ウルトラシリーズのそういう怪獣対策チームって仲いいかっていうと、うん、決してそんなことないわけじゃないですか。帰ってきたウルトラマンのマットとかめっちゃ仲悪いじゃないですか。いつも対立したいの、もう僕はやめますとか、もうやめちゃうのかみたいな。うわ、ギスギスしてる子供の頃見て、大人怖えみたいな。そうなんだ。そうなんだ。あの対立してたよ、あの私たちのウルトラも嵐とあの誰かと対立して、ただ対立する、例えばマムシさんのキャラクターは対立しても怖くないじゃない、あのなんかどっかユーモアあるじゃない。そうですよね、二兵ちゃんもそうだし、だから対立してんだよ相当。なぜかウルトラマンね、ほんと最後の最終回の3本前と4本前が同じ話なんですよね、うんうん、あ、そうですね、そうです、隊員が、うん、隊員深掘りする話なんだけど、うんうん、両方と命令違反して最後怒られるって話。そうなんで、まあ、2回続けて同じ話、あの辺ね、多分ね、わちゃわちゃになってたんで、うつの嵐はね、水田さんが、あの監督でね、あの嵐隊員を中心に、だからあの嵐さんがさ、マムシさんがさ、もう歩き方変わっちゃうのよ、自分主役で。うつの嵐だぞお前とか、だから何って言ったら、もうね、あの店の中をね、こうやってケンさんみたいなのがあるから、もう風切ってこうやって、それでみんなでクック笑ってね、私ね、ケンさんのつもりでいるわけあんたって言ったら、俺は高倉健と芝居が違うじゃないのよと言ってたんだけど、でもあのいい芝居しましたね、あの人ね、進撃だから。でも男子さんの門下に入るのはその後ってことなんですか。あのね、あのと門下っていうかね、座布団運んでたのはね、ウルトラマンになったね真ん中辺ぐらいだった、確か名前が変わったのはいつだったかね、覚えてないの、でただ私は名前が変わって、ドクマムシなんか何それって言ったで覚えてる、私はそういう人だから、へーとか言ってバカにしてそしたらあっちの方が有名になっちゃってあれだけど、でもマムシさんはね、あの次も出たでしょ、セブンも、だから私なんかが途中でもうウルトラの、色がつきすぎるから嫌だって言って、ウルトラ出なかった時があって、でまた戻ってきたんですよ、仕方がなく、そうした時に、ほら見ろ邪魔見ろお前なんだよウルトラはすごいんだぞって言われたのがね、すごく覚えてる。俺子供の頃にうちの親が、あの東京プリンスホテルで式を挙げたので、はい、ああいうそのホテルとかって、はい、その後なんかファミリーデーみたいな招待が来るんですよ。そうですそうです、あのそういう人たちに、特別に。なんかその、はい、まあ、ゆかりのある人って、はい、結婚してあげただけだと思うんですけど。はいはい、いや、でもゆかりのある人。でそれで行ったら、マムシさんがいたんですよ、ね。ショーやってたんじゃない？ショー、なんか。で、でもなんか、ウルトラじゃないんですよね。違うやつやってた。じゃなくて、その、マムシさん単独だったんですよ。あ、そう、じゃああっちの方じゃない、あの男子さん関係の、でもなんか別にそのなんかこう毒舌でもなく、ああそう、その時はね、子供相手のなんか、愉快なおじさんみたいな感じで、一緒に歌って踊ってみたいなんだけど、ああそう、踊れないけどね、でもなんかやってた、でステージに上げられて、一緒にあげられたの、お遊戯してましたよ、
そうなんだ、ただその時に、なんでだからあのね、嵐隊員じゃないんだろうみたいな、あみんな違うんですよね、ただやっぱり最後の方になって、今もうあの人生のあてたちが晩年になってるけど、そのシン・ウルトラをやってもらって、そこであのウルトラマンに対してオマージュを皆さんがやってくれて、そこで完結できるみたいな方ですよ、だからありがとうございます。